ヘラクレスヘラクレスに対するのは、さあ、Eブロックが始まるぞ。日本にいる水生昆虫で一番の肉食大型虫、小魚やカエルを捕食し、黄粉を刺し、消化液を送り込み溶かして吸う。似た種に太鼓打ちがいるが、高めの方がビブの呼吸管が短い。中国、台湾にも生息し、中国では漢方薬にもなっている。ブラックモールヒヨケムシ、世界中で1000種ほどもいると言われ、砂漠やサバンナなど乾燥した地域に生息するクモコウヒヨケムシ目。性格は凶暴で俊敏、夜行性で毒はないが、巨大な顎でネズミや小鳥、ヘビまでも食らう。ラクダクモとも言う。 B ブロック1回戦第1試合、赤コーナー、水中の王者タガメ、70ミリ、日本出身、バーサス青コーナー、世界三大奇虫の王者、ブラックモールヒヨケムシ、アフリカ出身、60ミリ、レディーファイト。 B ブロック1回戦第1試合始まりました。水中の王者タガメ、そして世界三大奇虫の王者、ブラックモールヒヨケムシ。さあ、タガメが結構ですね、アグレッシブだってことを僕知りませんでしたね。ヒヨケムシは凶暴だというのは聞いておりました。タガメは陸でも強いのか。さあ、水中では強いイメージがありますが、陸でも戦うことができるのか。おっと、なんか陸の戦い慣れてるような感じがしますね。今仰向けにされてしまいましたが、さあ、うまく相手の体重を利用してコントロールしているようにも見えます。さあ、どうなるのか。このヒヨケムシ気持ち悪いですね。部屋に出たら絶対引っ越しますね。さあ、口がまた分かれておりまして、ここで相手をむしゃむしゃ食べたりします、ヒヨケムシ。さあ、タガメどうする。おっと、相手の体を利用して体を立て直した。さあ、タガメのこの2本の足はかっこいいですね。先ほどから天地の構えのような。おっと、お尻からサワークリームが出てるぞ、ヒヨケムシ。これはサワークリームなのか。猫ひろしのネタ、お母さん、お尻から生クリームが出てるよーを実践してるのか。さあ、タガメ、相手の体液をこれは吸ってるんでしょうかね。さあ、お尻からクリームが出ております、ヒヨケムシ。どうなる、ヒヨケムシ絶命か、タガメの勝ちか。タガメ勝利。王者風格があります、タガメ。ウィナー、タガメ、KO勝ち。腕虫、手が異様に長い奇虫。他にアフリカ産で背の縞模様が明らかなタンザニアバンデット大腕虫や、アメリカにいるやや小型のフロリダ腕虫などがいる。クモコウに属し、サソリにも近い。夜行性で洞窟や朽ちた木の中などに生息し、無毒だが壁や天井を張ってその長い腕で昆虫などを捕らえる。ヒヨケムシ、全試合に出場したブラックモールとは違った白い体にややスリムなヒヨケムシ。性格は凶暴で俊敏だ。虫王ではその姿行動から、腕虫、イネガロン、そしてヒヨケムシを世界三大奇虫と呼んでいる。 B ブロック1回戦第2試合、赤コーナー、奇虫界のマジックハンド、ジャイアント腕虫、体長30ミリ、レッグ70ミリ、アフリカ出身。バーサス
ーナー、世界三大奇獣の王者ギオケムシ、アフリカ出身60ミリ、レディーファイト。 B ブロック1回戦第2試合、奇獣界のマジックハンド、ジャイアントウデムシ、そして世界三大奇獣の王者ヒヨケムシでございます。今度はこのヒヨケムシ白いですね。白い方が気持ち悪い。部屋に出たら部屋ごと焼き払います。さあヒヨケムシ、いきなりウデムシを食べてますよ。これはエヴァ暴走のようですね。食ってます。ヒヨケムシは昆虫界のギャル曽根か。食べる食べる、とにかく食べる、もうひたすら食べる。ウデムシの方はもうどうぞとばかりに食べられてますね。あら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 、ウィナーヒヨケムシ KO 勝ち。ベトナム大ムカデ、体は薄赤黒く、足がオレンジ色の大型ムカデの中でもよく出回る品種。脱皮を繰り返し、体長は30センチ以上にもなるという。毒性は強く、性格も凶暴なので注意が必要。無償では第1弾より参戦する人気線虫だ。アースタイガー、無償に初の参戦となるタランチュラ、かなり凶暴で毒性が強い。しかしタランチュラに刺されて死ぬまでには至らない。イタリア南部の港町ターラントの毒蜘蛛伝説から名付けられたタランチュラは、大土蜘蛛科の蜘蛛を指す俗称である。 B ブロック1回戦第3試合、赤コーナー、ムカデ界の狂乱殺虫機、ベトナム大ムカデ180ミリ、ベトナム出身、バーサス青コーナー、タランチュラ界の帝王、アースタイガータランチュラ、体長90ミリ、レッグスパン200ミリ、マレーシア出身、レディーファイト。 B ブロック1回戦第3試合、ムカデ界の狂乱殺虫機、ベトナムオオムカデ対タランチュラ界の帝王、アースタイガータランチュラの一戦でございます。さあいきなりこれは いきなりこれは寝技ですね。さあアースタイガー、オウムカデの上に乗っかり寝技を見せてますね。お互い手足の数が多いので、これは関節を取り合うのは大変だぞ。さあどうなる。まあ一見公園の夜のカップルのような濃厚キスシーンを見せておりますが、ただのキスではございません。毒を持っております。さあこの毒を今オウムカデに注入しているのか。オウムカデどうなる。この毒が効いてしまうとオウムカデもたまらないぞ。さあどうなるか。おっと、おアースタイガー、オウムカデを離した。オウムカデちょっと千鳥足になってるぞ。マイク・タイソン殴られたトレバー・バービックのようになってる。フラフラだ。アースタイガータランチュラ TKO 勝ち。演出のヨケムシと同種、持ち花とは小動物、魚、昆虫などの放卵機のことを指す。おそらくこの DVD が作られなかったら、これらの奇獣たちを一生目にすることはないだろう。目玉枯葉カマキリ、アフリカのタンザニアなどに生息し、背中の大きな斑紋が目玉に見えることからその名がついた。カマキリはその姿が祈っているように見えるので、プレイングマンティスといい、欧米では人気がある。カマキリは中高生で1年弱で一生を終える。 B ブロック
1回戦第4試合、赤コーナー、世界三大奇獣の王者、持原ひよけ虫70ミリ、アフリカ出身、バーサス青コーナー、カマキリ界の伊達男、目玉枯葉カマキリ75ミリ、アフリカ出身、リーファイト。 B ブロック1回戦第4試合は、世界三大奇獣の王者、持原ひよけ虫 VS 神切り界の伊達男、目玉枯葉カマキリでございます。目玉枯葉は75ミリ、大きいですね。あの目玉がちょうど擬態になっておりまして、枯葉とかですね、そういったものを なりすまし、見つからないようにしてるんでしょうけど、ヒヨケムシにはすぐに見つかってしまいました。さあ、ヒヨケムシは持原でございます。持原というのは子持ちのことでありますので、皆さんはあの子持ちししゃもを想像してもらえればわかると思います。ヒヨケムシは食欲があるんですよね。さあ、今回も目玉枯葉を捕まえて、バリ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 もう食べ始めてますね。目玉枯葉動けないのか。さあ、日よけ虫食べております。奇獣界のギャル曽根、食欲は旺盛です。目玉枯葉食べられる一方なのか、擬態は通用しないのか、食べられるだけか。ああ、やっぱり母は強い、母親は強い。目玉枯葉食べられております。母親は子供のために食べる、母強しというところでしょうかね。ウィナー持原ひよけ虫 KO 勝ち。